その辺によくある中小企業を経営しています。今までバイトばっかりで転職してきて、初めて正社員として働く30歳前後の人たちを数名雇ってるんですが、脳は新卒レベルでプライドは一人前です。そのような人たちを波の社会人にするように、ヘルクさんどうしますか。最短で育つ方法を参考までに処置してほしいです。まず育つという概念があなたの中にはあると思うんですけど、それがその若者、まあ若者かどうかなんですけど、その働こうとしてる人たちがそれを共有してないんですよね。で、近頃の若いもんはっていうのって、ヒエログリフにも書いてあったらしいんですよね。要はなんかギリシャとかローマの人たちも近頃の若いもんはって言ってて、なんか自分たちは若い頃はもっとできてたけど、最近の若いものはけしからんみたいなことを、まあ、紀元前から言ってたっていう。なので、そのなんか育てなければいけないっていうのが多分間違いで、どんなアホでもできるようなマニュアルを作ってない管理職の問題だと思うんですよね。で、山本五十六っていう人が、やってみて、言って聞かせて、褒めてやらないと人は動かないよね、みたいなこと言ってるんですよ。なんか一応日本帝国海軍大将だったのかな、の偉い人なんですけど、なので、その要は海軍大将みたいな人でも、結局そのなんか言って聞かせて、やらせてみて、褒めて、ようやく人って覚えるよね、みたいなこと言ってるので、なので、そのなんかとりあえずなんか若いものは育たねえよねって言ってるのって、基本的にはその教える側の問題だよねっていうのは昔から変わってないんじゃないかなと思います。なので、きっちり分かりやすいマニュアルとかを作ればいいんじゃないでしょうか。